はい、ということで水戸南フィッシングエリアさんです。突然昨日思い立ってきたんですが、貸し切りですね。びっくり。私だけですね。はい。で、今ちょっとエリアのことを伺ったんですけど、一応この今日の時点ではこの鯉がいっぱいいる。あ、バス泳いでる、いっぱい泳いでる。あ、鯉もいる。見えますかね。あー、結構泳いでますね。びっくり。で、とりあえずここのエリアが今日の時点では一番いいそうです。で、そっちもあって、そちらは手前、どっから投げても手前が良くて、あんまり沖に投げない方がいいっていうことでしたね。はい、そっちのこっちのエリアは。で、一番沖のエリアはなんか沖に投げても釣れるということでした。とりあえず今日の段階だとこの池が一番いいので、ここだけでやるのがいいんじゃないかというお話でした。はい、まあ、すごい涼しいんでちょっとこういう格好なんですけど一応寒いですね。今のところ寒いです。はい、失敗しました。あー、すごいですね。あー、いるわ。俺うわ、バスいる。すげえ、見えますかね。こんなにいるよ。すんげえ、何これ。なんかマスみたいにいっぱいいますね。うわー、なんか俺についてきてんのかな。見えますかね、引っ掛けて。一応偏光つけてるんでなんか見えるんじゃないかと思うんですけど、すごいいっぱいいますよね。これマスじゃないっすよね。これバスですね、バス。はい、こんないっぱいいんのっていうか、なんでついてくんの。あー、なんかあそこにもなんかいっぱいいますね。なんかちょっと期待できますね。はいはい。いやー、貸し切りっていうのはすごいですね。意外と近かったので2時間かかんないぐらいで来れたので、なんかいいですね。この天、多分天気がいいんでしょうね。はい。なんか、はい。トラウトと違って、このマッティな感じで、見えない感じで、なんかドキドキしますよね。バスっていうのは。なんかそれいいですよね。刺激されますよね。はい。じゃあちょっとここ、なんかこう、コンクリで囲まれてて、こう、野池っぽくないんですけど、まあ、とりあえずここからやってみようかなと思います。はい。おお、なんか今ゴボゴボ言ってましたね、この辺ゴボゴボ。はい、じゃあちょっと頑張ってみたいと思います。